学校給食の提供などを行う広島市の業者が経営難から食事の提供を中止している問題の影響で、県内では5つの公立学校で給食が中止となっています。昨日から給食の提供が中止となっている県立吉田特別支援学校です。お昼時、本来であれば活気のある給食室ですが、今日は閑散としています。この学校では夏休み明け、今月1日と4日は給食が提供されましたが、突然昨日から給食がなくなりました。昨日は急遽学校に備蓄していた防災食を食べて過ごしたそうです。そして今日からは保護者に弁当を持参するようお願いしています。この学校を含め県内では昨日までに特別支援学校3校、定時制高校2校の合わせて5つの学校で給食が中止となり、生徒や職員1087人に影響が出ています。いずれの学校も広島市に本社を置くホーユーに業務委託していました。今日午前、ホーユーの山浦芳樹社長は破産手続きに向けて準備を進めていることを明らかにしています。吉田特別支援学校の稲葉俊光校長は、一日も早い給食の再開を望んでいます。対面式でようやくコロナも抜けて楽しい時間になるはずだったものが、やっぱりその給食が提供できないということで、子どもたちの楽しみも半減していると思いますし、保護者の負担にもなりますし、学校全体の教育活動に大きな影響が与えられるんじゃないかなというふうに危惧はしております。県は今後の対応について弁護士と相談しながら調整していくということです。